8時になりました。明日9月1日金曜日に向けた株式投資についてお伝えいたします。まずは代表午後に発表された有望 IR、 その他の IR、 昨日発表された IR の値上がり率ランキング、本日のストップ高ストップ安、本日の値上がり率値下がり率ランキング、新規上場スケジュール、決算スケジュール、明日のデイトレ候補、半導体ウォッチ、商社株ウォッチ、生成 AI ウォッチ、トピック、今日の気になるチャート、最後に去年の今の順でお伝えいたします。まずは代表です。ダウ、ナスダック、日経ともに上げとなりました。ダウは37ドルの上げ、プラス 0.11%。ナスダックは75ドルの上げ、プラス 0.54%。日経は285円の上げ、プラス 0.88%。1ドルは 145.95 円、円高に触れ145円台で推移しております。午後2時時点での東証プライムは値上がりが1363銘柄、値下がりが413銘柄、変わらずが58銘柄、7割以上の銘柄が上がった状況。アメリカの方は ADP 雇用統計の結果が市場予想を下回ったことで、利上げ長期化の懸念が薄れ、金利が下がり、株が買われた状況。ダウ、ナスダックとも4日続伸です。日本の方はアメリカ市場の流れで買われました。売買代金も4兆円台を回復いたしました。アメリカ国債10年ものの利回りは、引き続き 4.1% 台で推移しています。ドル円の方も、ドル円の方は円高に触れ145円台で推移している状況です。投資主体別の売買代金の方ですが、こちらが海外の投資家、こちらが日本の個人投資家です。海外投資家は今週このように、先週今週にわたって2週連続で2046億円の売り越しになりました。一方、先週は買い越しだった日本の個人投資家も、今週については1160億円の売り越しに転じています。この海外投資家の方ですけれども、現物と先物の合計値で見ても、売り越しの状態が2週連続で続いている状況になっています。ただし、まだそれほど金額が大きいわけではありません。業種別株価指数の方は、ほぼ全面高の状況となりました。輸送用機器の上げが目立ちます。一方、証券が下げましたが、値下がり率自体は 0.35% で、それほど大きくない状況。金属製品が絶好調で、ついに9連騰の状況です。売買高ランキングの方も上げが優勢な結果となりました。1位のレーザーテックの売買代金は6日ぶりに2000億円台を割ってしまいました。本日、半導体はアメリカの流れを受けて上げております。一方、トヨタはレクサスの生産販売台数を発表し、上方修正の期待から大きく買われました。ヒートマップの方は赤が目立つ、上げ相場の状況です。銀行セクターの下げが目立っております。次に経済スケジュールです。経済スケジュールの方は、いよいよ明日は雇用統計の本丸、失業率と非農業部門雇用者数、この2つの発表が待ち構えています。そして ISM の発表も気になるところ。次に引け後に発表された有望 IR です。まず HCS ホールディングス、こちらは1株1800円での TOB が発表されました。このように株式1株につき1800円、 TOB ですので、チャート等詳細は割愛いたします。
明日のストップ高は1114円ですので、買えればかなりまだ上値余地はある状況です。ただし、本日、出来高が1800株しかない銘柄でしたので、かなりの競争率になるかと思われます。次に、内田洋子です。内田洋子はご存知の通り、オフィス株の大手です。今期経常は2%上方、増益、2% 増益、前期配当を40円増額、今期も190円継続という発表がなされました。23年7月期の連結経常利益は前の期16.8%増の91.6億円になり、24年7月も前期比1.5%増の93億円に伸びる見通しとなった。同時に前期の年間配当を150円から190円に増額し、今期も190円継続する方針とした。5月から7月期第4クォーターの連結経常利益は前年同期比80%増の1.8億円に拡大したが、売上営業損益率は前年同期の0.4%からマイナス0.1%に悪化した。こういった内容です。本日の株価は6500円、出来高は8万5000株です。この8万5000株から比べるとかなり少ない数ですが、1万3000株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは1月6日に4435円ですので、ここら辺の位置です。そして8月30日に6580円ですが、本日高値6630円つけておりますので、本日が年初来最高値です。貸借倍率は1倍割れではありませんが、8月中旬で、書いてありますが、7月中旬の間違いです。失礼しました。7月中旬からこのように踏み上げっぽい一方的な右肩上がりのトレンドになっている状況です。今回、増配はいたしましたが、利回りは3%弱で、それほど良いわけではありません。次に、サンバイオです。サンバイオは、精製細胞治療薬開発のバイオベンチャーです。SB623 慢性期外傷性脳損傷プログラムの承認状況を発表しております。サンバイオは、この日、取引終了後、国内 SB623 慢性期外傷性脳損傷プログラムの製造販売承認取得の状況について発表した。終了に関する課題、申請時と比較して終了が減少について、施策を講じた直近の製造において終了の改善を確認することができたという、今後追加製造と並行して生産関連の審査に適時、適切に対応していくことで、引き続き今期中の承認取得を目指すとしている、こういった内容です。本日の株価は564円、出来高は50万株です。この50万株の約6倍ですが、300万株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは8月18日に527円ですので、ここが最安値です。一方、2月1日に808円ですので、ここら辺の位置です。このように25日線に頭を抑えられた下げトレンドでの今回の IR です。業績面は赤字続きのバイオで、数値的にはかなりひどい状態です。信用買いが多いという点はご注意ください。次に、四電工です。四電工は配電や軽装、空調工事の会社です。今期配当を20円増額という発表がなされました。24年3月期の上期配当を従来計画の50円から60円に増額し、下期配当も従来計画の
50円から60円に増額修正した。年間配当は120円となる。本日の株価は2398円。出来高は3万1000株です。この3万1000株よりも若干多い数ですが、3万8000株の信用概算がある状況です。1年の株価の動きは1月5日に1701円ですので、ここら辺の位置です。そして8月29日に2423円ですので、ここが最高値です。このように25日線をサポートラインとした上げトレンドでの今回の IR です。PBR は1倍割れで、PER を加味しても割安な状況です。今回の増配で、利回り 5% の超高配当株となっています。信用買いが多いという点はご注意ください。その他の IR です。本日 IR 多く22件出ております。上4件が今お話しした内容です。この他に大同グループが8月度の国内飲料事業販売本数が 19.8% 増えたという。マンダラケは7月の売上高が 18.8% 増えたということ。ラクーンホールディングスは 10% の減益。市川は25万株、5.5% の自社株買い。ただしこれはトストネット3経由です。イネットジャパンは株主優待を拡充。インタートレードは決済所持システムで特許を取得したという発表をしています。トリケミカルは 38% の下方修正。第3は赤字縮小。アクセスは赤字縮小で上振れ着地。そしていいねは今期配当を13円に修正。前期は無配でした。しかしながら、はい、株式の売り出しも合わせて発表しています。そして IBJ は80万株、1.97% の自社株買い。名電社は3円の減配。パナソニックホールディングスは上期配当は 2.5 円の増配。日本フラッシュは230万株、9.2% の自社株買い。ただし、これはトストネット3経由です。ピープルは 76% の減益。ヨーヨーエレクトロは 2.6 倍の増益。そしてフューチャーベンチャーキャピタルは20万株、2.2% の自社株買い。スタープライヤーは7月の国内線旅客数が 47.3% 増えたという発表をしております。次に昨日発表された IR の値上がり率ランキングです。値上がり率第1位は NPC でした。情報修正と増配を発表したことにより、前日期 16.5% の株価上昇。本日、寄りからストップ高でしたので、より引けでの差はありません。第2位は、いちご。コリニアの完全子会社化、そして自社株買いを発表したことにより、前日期 7.2% の株価上昇。ただし、本日、寄りで買って引けで売ると、マイナス 0.6% の損失となっておりました。第3位は Apple International。9万株の自社株買いを発表したことにより、前日期 5.0% の株価上昇。本日、寄りで買って引けで売ると、1.3% の利益となっておりました。4位以下、ご覧の結果となっております。次に、本日の値上がり、ストップ高とストップ安です。本日、ストップ高、8件出ております。ストレージ用、トルーデータ、アクアライン、NPC、大黒電機、プラザクリエイト本社、観覧丸は 4日連続です。セイフィート。このうち、トルーデータは、小売業の新規店売上予想サービスを提供開始したということ。そして、NPC は情報修正と増配です。プラザホールディングスは株主優待の拡充です。セイファートは、美容師向け、
求人情報サイトで新機能をリリースされた、したということが交換されています。次に、ストップ安です。本日、ストップ安1件出ております。A バランス。発表された今後の見通しが、堀内氏の発言内容に届いておらず、失望売りとなりました。次に、本日の値上がり率、値下がり率ランキング。値上がり率第1位は、アクアラインでした。前日比30.0%の株価上昇。第2位はセイファーと、前日比28.0%の株価上昇。第3位は新党、前日比22.5%の株価上昇。値下がりの方は第1位が A バランス、前日比マイナス14.6%の株価下落。第2位は GNI グループ。現実期マイナス10.8%の株価下落。第3位はモダリス。現実期マイナス8.2%の株価下落でした。次に、新規上場スケジュール。9月10件予定されております。まず、ライズコンサルティンググループは、抽選申し込み終了いたしました。そして、コーディアセラビューティクスは、本日から抽選申し込み受付開始です。この他に、インテグラル、アゲハ、ファーストアカウンティング、JET、オートサーバー、ネットスターズ、岡村食品工業、アビレン、以上が予定されております。発値予想など、詳細はこちらの動画をご参照ください。次に、決算スケジュールです。明日は5件が予定されております。今週来週の注目の決算、このようになっています。明日5件はすべて引け後の状況です。伊藤園、ナトコ、アインホールディング、大和コンピューター、ゼネラルバッカー。2週間分の決算スケジュールはこの動画をご参照ください。次に、明日のデイトレ候補10選です。明日、場中で大きな値動きをしそうな銘柄としては、いちご、オエノンホールディングス、吉村フードホールディングス、パルマ、ヤプリ、アテクト、アクアライン、NPC、大黒電機、松屋、R&D。このあたりが明日のデイトレに向いてくるのではないかと思われます。次に、半導体ウォッチです。本日、半導体は揃っての続伸となりました。株価の推移の方ですけれども、このように全体的には再び上げトレンドの様相を見せ始めている。次に、生成 AI ウォッチです。本日、テクノロジーズが値上がり率第1位で18.36%、非常に大きな上げを見せましたが、特に材料は見当たりませんでした。値上がり率第1位から15位まで、そして30位まで、45位まで、57位まで。そして5月12日からの値上がり率ですが、1位の弁護士 .com がプラス、桜インターネットがマイナス、このようにだんだんと差が開き始めている状況です。詳細はこちらの動画をご参照ください。次に、商社株ウォッチです。本日、商社株は揃っての上げとなりました。詳細はこちらの動画をご参照ください。次に、今日の気になるチャートです。本日、ソフトバンクについてお話しいたします。こちらがソフトバンクの3ヶ月のチャートです。このように7月の中旬に入って以来、きれいな上げトレンドで連日年初来高値を更新している状況です。ソフトバンクですが、ご存知の通り、ソフトバンク、ワイモバイル、ヤフー、ZOZO、PayPay などを傘下に持つ会社です。本日の株価は1670円、出来高は1200万株です。8月4日の決算で、第1クォーター最終利益は15%増益という発表をしています。
株価の方はやや割高ですが、配当は 5% を超える超高配当株です。稼ぐ力の方はまあまあな状況になっています。需給は可もなく不可もない状況です。こちらが、8月4日に発表された決算の内容です。第1クォーター最終は 15% 増益。24年3月期第1クォーターの連結最終利益は前年同期比 15.4% 増の1467億円に伸び、通期計画の4200億円に対する進捗率は 34.9% となり、5年平均の 31.3% とほぼ同水準だった。6月期第1クォーターの売上営業利益率は前年同期の 17.7% から 17.2% に低下した。こういった発表でした。こちらがテクニカルの方ですが、まずパラボリックは上げて点としています。そして MACD は上昇トレンド。RSI の方はかなり変わりすぎで過熱している状況です。ボリンジャーバンドはこのようにバンド幅の拡大が落ち着きつつある状況ですが、プラス1シグマとプラス2シグマの間で推移しており、プラス2シグマに届きそうな状況です。ここからプラス2シグマに乗ってくると本格的に面白くなりそうなチャートです。次にトピックです。本日、証券会社の手数料ゼロ化についてお話しです。こちら、本日の、記事ですけれども、いろんなところでご覧になっているかと思います。こちらはロイターの記事です。SBI 証券と楽天証券、手数料を無料化に、マネックスは維持。インターネット証券大手の SBI 証券と楽天証券は31日、日本株式の売買手数料について、取引金額に関わらず無料化すると発表した。SBI 証券は9月30日の注文分から、オンライン証券の国内株式の売買手数料を現物、信用取引とも無料化する。楽天証券は11月1日から現物、信用とも国内株式の取引手数料を無料化とするサービスを始める。一方、マネックス証券は31日、手数料について検討した結果、現時点では現行の取引手数料を維持する方針だと発表した。すでに顧客にとって負担の少ない手数料体系になっていると説明している。こういった発表があちこちに出ています。そして本日の株価への影響ですけれども、こちらが SBI、そして楽天グループ、マネックス、松井証券、そして岡三証券です。このように本日は SBI はプラスの 0.35%、一方楽天グループはマイナスの 0.33%。この点については、市場では手数料無料化は収益性にマイナスと見られており、SBI も楽天もプラス材料としては働いていない状況です。さらに SBI に関して言うと、かなり前からこの件は発表しておりましたので、ある意味織り込み済みの面があります。一方、マネックス証券はマイナス 2.24%、松井証券はマイナス 3.03%、明らかなマイナスとして働いています。この点は顧客流出が懸念されるための下げだそうです。次に、去年の今についてお話しいたします。去年の1週間後を振り返るセプションです。今年もまた同じことが起こるかもしれません。またあるという確信じみた話ではありませんので、その点はご注意ください。本日は昨年9月の7日について振り返ります。この日は松本が第1クォーターの経常が赤字縮小を発表したことにより、前日比 9.8% の株価上昇。ウェルネットは
今期2桁増益見通しや中期計画をが評価されて、前日比 9.1% の株価上昇。そしてつくる場は22年7月期の営業損益予想を上方修正し、仲介取引手数料が堅調で推移したことにより、赤字縮小を発表し、前日比 8.1% の株価上昇。先ほど言い忘れましたけれども、松本は今年は9月14日に決算発表予定です。そして作る場は今年は同じく9月14日に決算発表予定です。そして力の元ホールディングスは8月既存店売上高は 25% 増で、5ヶ月連続前年上回るという発表により、前日比 6.8% の株価上昇でした。明日に向けた株式投資についてお話しいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。